うわ、雨降りよるし。ってことはこれ崖の上のさ、ポニョじゃないよ。お、何あれ。バルッタのすぐ近くやん。あの塔。よし、ちょっと向かっていこうか。こっち側向きに行った方がいいね。前多分あっち向いて渡っていこうとして、頑張りゲージが足りんかったような気がするけん。しかもあっち側って多分、何やったらリザルフォスの集落みたいなのあったよね。集落ではないかもしれんけど、何匹かおったよね、なんか。こっちなら普通にたどり着けると思うけん。多分この辺からもう歩けるんじゃない？ほら。そして、これ何？これ電気の矢かなんかじゃない？ちょっと待って。あ、違う、普通の木の矢？私木の矢そんなに使ったっけ？なんか一気になくなったね。あ、飛び立つもしや。あ、歩き出しただけか。鳥はどんなやつでもあれかな、一発で矢つけれる感じかな。また矢いっぱい拾っとかんといかんな。ね。鶏肉、鶏肉。とりあえず、あっこのバルッタの目の前にある塔を目指していこうと思うよ、私。あれ頑張ったじゃない？くそ、旅立っていきやがった。そしてこの辺の頑張りガニー。あれ？ここ。あ、そっか、ここ。ここか、私が言いよったとこ。多分、この辺の浜辺を通って、ゾーラの里にたどり着いたはずやけん。ね、あの辺でなんか、レトウガンだかなんだかおったよね。あれはジーガダンじゃないかな。ガンバリガンにおるやん。よし、消える前にゲット。お前も。ほら、多分そうやと思うんやけど、どう？バナナかもしや。ほら、またまたあった。ということで、ちょっと買ってみよう。これで買うってしたらどうなるんやろうってね、コメント欄で言ってくれよったけん。さあ、自慢のバナちゃんだ。じゃあ、買いますよ。欲しいだけ選んでくれ。1個でいいです。1つだけでいいかい？ 99 ルピーだ。さあ、買った。高くね。もらうけどさ、毎度毎度の毎度あり。欲しいだけ選んでくれ。いいよ、もう。甘くて美味しいバナちゃんだよ。さあ、買った買った。お兄ちゃん、またよろしくな。なんていうのは真っ黄色な嘘。お命頂戴する。結局戦うんかい。どういう理由で私は今からこれやられるわけ？そっちか。背後に来ると思ったのに。そ。やっぱ槍やとさ、素早く攻撃できるけんいいよね。何、どこ？その首刈り刀をください。その武器結構いいよね。やった。あー、ルピー、ルピーどこ行った？あった。よし、首刈り刀はどこに落ちてった？あそこにあるんか。バナナもゲット。首刈り刀ないんですけど、どこ？さっきこの辺光ってなかった？え？ないよ？ないよ？え？武器は？拾った私。あ、拾ってる。拾ってたわ。拾ってた。拾ってたわ。ルピーも、今集まったけどさ、結局、バナナ分ぐらいは取られたんかな。え、なんなん ?99 ルピー。私ここで払ったんやけんさ、99ルピー、戻ってこんとおかしくない？倒したのに。試練の祠を感知。ちょ、そこの狐。よし、獣肉。試練の祠どこ？どれ？この上？どこにあるの？試練の祠。ならんくなったんやけど。この上にあるっぽいな。どこ？あ、なんか思ったよりも塔近いし。どっちの方向かちょっとよくわからんけど。
とりあえずこの上ら辺にあるっぽい感じが。ほんと塔いっぱいあるな。え、なんかならんなったんやけど。この向こう側とかでもないね。ん？こっち？あ、あっちの方向にあるってこと？ちょっと待ってね。この上か。あ、ぽいね、ぽいね、なんか。こんなところにあるん。これとかさ、コログの内輪をここに合わす。なに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 ？え？なに？あんなところに。え、遠いから。いや、ちょっとやめておくよ。コログの内輪を合わせるわけではないんやね。試練の祠はどこよ？え、全然ないやん。どういうことよ。えい。あ、あれか、あれや。あれや、あれや。ちょっとあれに向かうね、私。おう、鹿。あ、怖い、怖い。向かってくるんかと思ったら向かってこんのかい、よい。サオコヒの祠。そして獣肉ゲット。この辺なんか野生動物いっぱいおるね。ん？この辺はなんかゾーラ関連の場所かな。ほら、そこにも。ちょっと、私の獣肉が。じゃ、とりあえずここクリアしてから塔に向かおう。サオニヒ？さあ、ここは何かな？女神ならざる者。この世界の果ての片隅に女神像以外にも器の交換を行える存在が息を潜めているらしい。この世界の果ての片隅？果ての村じゃなかった、あれ。果ての村におったけど全然世界の片隅じゃないよ。祠を訪れし者よ。我はサオコヒ、コヒか。女神ハイリアンナに置き力の試練を与えよう。力。力の試練ジョイ。あ、ジョイってことは大丈夫かな。一番簡単なやつやろ。あの、私が言ってしまったような、注意とか極意ではないってことやんね。いけるかな？あん時より破きあるよ。さあ、やってやろうじゃねえか。ああ、強そうな気がする。リザルスピアが壊れそうだ。壊れとるやん、ちょっと。壊れとるやん。ガーディアンランス。君の仲間が落とした武器だよ。多分。はいはいはい。アーディアンランス壊れるの早。首狩り型の早。あ、そっかそっか。あれやんね。盾持っとるときにしたら、そういう感じになってしまうわけよね。そういうときはちょっと隠れて、こう、速攻で壊れそうだ。なんかさ、遠く離れたらね、君なんかビームとか出しそうなんよね。ガーディアンナイフ、これも君の仲間のやつだよ。ほら、ちょっとビーム出すんじゃないの、ちょっとやめてよ。お、やった、やっつけた。ふぅ。すげえ、押しまくった力技な気がするけど。お、やったね。お、ガーディアンガード。古代のシーカー族が用いた技術で作られた盾。小型ガーディアンが放つ程度のビーム攻撃ならば、ガードするだけで反射することができる。あ、反射できるんやって、やった。盾ポーチいっぱいじゃねえか。ってことは、リザル。あ、でも弱いんやな。盾ポーチ増やしてほしいんやけど。まあ、でもリザルシールドぐらい簡単にあれかな。あ、この画面では何もできんのか。こっち？リザルシールドは簡単に手に入るかな？捨てる。ガーディアンガード。
あ、ガーディアンガードの方が強いんか。で、ゾーラの盾の方にしとこ。とりあえずガーディアン以外やったら関係ないもんね。よし、これで。その辺に別になんもない。今武器は私ガーディアンナイフ持っとんか。さっきのもガーディアンナイフ。これ何？なんか左上にマークついてない？両手に持てるとかそういう。違う？違うんかな？うん、違う気がする。おし、そしてここで。あ、ここでもうあれやない。四つ目手に入るんやない。克服の証。騎士の弓。ハイラル城の騎士たちが使っていた弓。癖がなくて使いやすく安定した刺激ができる。金属製なので耐久性も優れている。よし、オッケー。弓ゲットー。ただし、今は、多分矢がない。よし、順調やね。順調に克服の証を。よくぞ力の試練を克服されました。あなた様こそ孫うことなき勇者。今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。よし、次は頑張りゲージを増やすぞ。克服の証四つ目。これで我が役目は終わる。女神ハイリアンカウがあらんことを。ありがとね、サオコヒさん。うわ、雨降りよるし。ってことはこれ崖の上のさ、ポニョじゃないよ。崖の上の塔をちょっと目指していくの難しくなったんじゃない？なんで雨降ってんだよ、おい。あ、この後、あ、あれか？あ、違うね。あれは火山かか、ただの。この後一応晴れのマークになっとるけん。よし、獣肉。あ、こんなんか光よる。お、やったね、マックストリフ。マックストリフ、ほら、こんなにポロポロ見つかるやん。あの姉妹に見せてあげたいわ。あれか、と。ちょ、早く。あ、風が強くなってきたけん、雲の動きも早くなるかな。早く雨を止んでくれ。じゃないとあの塔に登れない。とりあえずその辺で、いろいろと素材やら、動物狩りやらしよろっかな。はい、ビリビリだけ。うお、びっくりした。めっちゃびっくりしたやん。やめて。あ、ガーディアンナイフ壊れとる、壊れとる。はい。うお、びっくりした。あ、コログの、うお、びっくり。はぁ、あ。リザルフォスの骨。そしてここで、強化リザルスピアゲット。あ、薪の束も。薪の束役に立つけんね。そしてキースの素材。ん？目玉が落ちていきよるぞ。目玉めっちゃ転がってく。風強い、風強い。はい、ゲット。この辺なんかいっぱい野生動物出てきそうよね。あ、雨止んだ。よし。向かおうか。どこやったっけ？こっちの方向やった？あ、あっちやね。あっこにもなんか生えとる。ゴーゴーだけかな。え、また雨降り出した、もしや。違うよね。びっくりした。全然雨のマークじゃないよね。はい、そこのゴーゴーだけ。あれ、こっちで合っとるよね。え、もしや違う？どこだ？え、どこ？あ、あれや、あれ。ある程度までは、これで飛んで、なんか思ったよりも随分上の方だな。あの辺なんか集落ありそうじゃない？どう？この辺なんかめっちゃ敵寄りそうじゃない？そうでもない？寝てるー。
敵寝てる。あ、骨なら全然。はい、おいで。なんか鳴らされた。え？雷の矢使う、あいつ。ちょ、やめてください。上がらせて。燃やすのなし、燃やすのなし。え、ガーディアンナイフ壊れた。ちょっと待って。はい、強化リザルスピア、はい。あ、まだやっつけてない。トゲボココンボゲットー。どっちも一緒か。あれは燃えてるから。はい、こいつ。あ、トゲボココンボ落としたの？よし、これで OK かな。この辺集落ってことか、やっぱり。くっそ。ちょっと待ってね、とりあえずその辺まで上がらして。もう最近あれやんね、塔の近くって結構集落が多いな。どう？これ回復できよる？よいしょ。今ちょっとピクってなったね。ふぅ。よいしょ。来たよ、来たよ、塔。塔に来たよはいいんやけど。ちょ、待って、休ませて。頑張りゲージがまだまだ足りないな。よし。たどり着けた。ここは何の罠もないね。ラネールの塔。さあ、それじゃあ上がっていこうか。なんか久々な気がする、塔登るの。ね。塔はね、どんどん解放していかんとマップが全然ないよね。だってこんだけさ、この辺いっぱい冒険しとんのに、マップがないっていう。意味のわからないことになっとるけんね、今。こっち側に一旦降りようか。はい。そして再び。これは次、あっち側に上がればいいんかな。すごいね、あれバルッタずっとあれ、レーザー出しよん。おー。え、あのレーザーに当たったらなんかちょっと、やばいとかない？当たらんか。当たるような位置にはないか。なんかこう高い位置に行ったら当たりそうな感じがするけど。あれずっとあのハイラル城に向かって撃たれとんやろ？よいしょ。お、もうちょっとで。もうちょっとで頂上に着く。なんかさ、爆風を起こして、シューンって塔を上がっていけるみたいなことも、前聞いたんやけど、どうやってやるんやったっけ？あれもなんか火打ち石とか必要やった？てか火打ち石、多分あと3個ぐらいしかなかったよね。結構これから重宝しそうな感じがしてきたけん、その使い方が分かったけんさ。あっこに見えとるのあれ、祠かな？ただの焚き火かな？よくわからん。とりあえず、塔に登ったら、またいろいろと行けそうな祠をチェックして、マップピンを立てていこうか。はい、これで到着。よし。久々の、はい、塔解放。ラネールの塔ね。シーカーストーンを確認しました。シーカータワーを起動します。あの辺の火山とかにも多分行くことになるんやろうな。ほら、まだあそこ一箇所あるね。祠が。さあ、これでワープ地点がまた一つ増えた。周辺情報の入手を開始します。さあ、久々にマップが開くよ。あ、あそこにも祠。
でもって左のあれは塔かな？ただ単に溶岩が流れよっただけかな。おー。やっと地図が。周辺のマップが追加されました。この辺塔いっぱい見えてるけど、結構マップかぶっとんじゃないんかな？違うんかな？とりあえずほら、そこに、マップピンを立てまーす。立てにくいな。はい。そして、あ、ちょっと解放したところ。あ、どれも解放してないやん。ちょっとマップピン打ったとこ。どういうことよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。